楽天ゴルフチャンネル始まりました。どうもオリエンタルラジオの藤森慎吾です。そして飛び松です。そして菅原大地プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。菅原大地です。お久しぶりです。お久しぶりです。前回から突然始まったんですけど、はいはい、なんか急に目標がすごいことになって帰ってきたなという印象なんですけど、ちなみにパープレーはですね、とある協会の調べによると、はい、全体のゴルファーのうちの 0.1% しか出せない0.1 です。パープレーを目指すっていうからには、私もちょっと今までと接し方を藤村さんと変えていかないといけない。あれ、なんかちょっと言葉が強いんですけど、いやちょっとトゲが。そうですね、はい、私もこう任されたからには藤村さんをちゃんとパープレーで回らせたいので、はい、なるほど。いや、だいぶ厳しくなるぞということで、いうところで、ちょっと後ほどまあ確認しながらなんですけど、はい、まずは現状のスイングもう一度チェックをさせていただいて、はい、ちょっとそのドリルを最後の方やって、はい、やっぱり改めて自分がどういう方向性でスイングを修正して、まあ、そしてパワープレーで回るためには技術だけじゃなくて考え方も磨いていくと、非常に難しいところに突入していくということを、はい、今回分かっていただけたらと思ってます。はい、ではまずはですね、藤森さんに、はい、これからボールを打っていただいて、はい、まあ、現状のスイングチェックですね、はい、で私いろいろこのパワープレーの道のためにこう列挙した10項目くらいあるんですけど、はい、まず一つ目、この煽り打ちを直すっていう、はい、ここすごく大きなポイントになります。煽り打ちというのは、はい、下からこうすくって打っちゃう。すくっちゃう、はい、まあ、実際数字でどれくらいちょっとその煽り打ちのデータが出てくるか。なるほど。もう何にもじゃあとりあえず意識せずに打った方がいいですね。そうですね、はい、ちょっと7番アイアンで打っていただいて、よいしょ。悪くない。悪くないという今コメントをいただきました、はい、ゴルフやったことのないディレクターさんにちょっとね、悪くないって言われてもちょっとカチンときちゃいますけどね。ありがとうございます。ということで、はい、藤本さん見ていきたいデータがあるんですが、はい、一番ですね、まあ、今回ちょっと気をつけていきたいポイントは、はい、ここの2つです、はあ、はい、アタックアングルとクラブパス。クラブパス、まあ、この数字ちょっと触れる前に一言申し上げますと、藤森さんは基本的に飛距離出るタイプですというところなんですけど、ここの数字がちょっと問題ですよということなんですけど、特にこのクラブパスっていうのは、はい、これはいわゆるですね、軌道のお話で、まっすぐのターゲットに対して右に振ってるか左に振ってるか、はいはい、数字が大きければ大きいほど当然そのまっすぐよりもずれてるっていう、なるほど、ことなんですね、はい、18度ということは、まっすぐの旗の方向に対して18度をこれ右に振ってるっていう。へえ。ここは目標数値としては半年以内にプラスマイナス5度を目指します。これ今プラスの 18.9、はい、いわゆるカタカナでいうとインサイドアウト、うんうん、外側に今藤森さん振ってます、はい、まあ、いわゆる癖ではあるんですけど、はい、でも見方を変えればその長所の部分でもなるので、はい、インサイドアウトっていうのはやっぱりボールを飛ばせる要素ではあるんで、はい、ここをちゃんと減らせればこう方向性の精度も上がり飛距離もちゃんと保てる。もう一個言い忘れました、はい、アタックアングルです、はいはいはい、ここはインサイドアウトと結構関係してるんですけど、ここはマイナスっていう数字がついてます、はいはい、これはアイアンで言うと、ちゃんと打ち込めてるかどうかの指標なんですが、はい、これマイナスがついた方がいいんですね。お、今マイナス1度は決して悪くないんですけど、はい、ここもマイナス2度とか3度とか、はい、もうちょっと逆に数字を上げていきたいです。この2つが藤本さんの大きな課題です、はい、スイングの。では練習通りお願いします。やっていきましょう。まずちょっと7番やね。じゃあこのくらいのちょっとプロの数字見てみたいです。1球打ってみましょうか。これで20とか出たらもうプロ。さあお願いします。いきます。同じ7番アイアンで。はい、いい感じで、いい感じ、旗にまっすぐ飛んできました。はい、そうすると、あーすごい理想的な数字や。クラブパス 3.2 度。そうなんです。アタックアングルマイナス 2.8。これは結構理想的な感じの。すっげ、全然違うんだ。ではですね、これから練習ドリル一つ目やっていくんですけど、はい、これからやる練習ドリルはまずショートアイアンと呼ばれるピッチングとか、はい、アプローチ、この辺使っていきます。今日はピッチングでやりますが、はい、ゴルフの基本動作、今回は腕の動きと、体のこう動かし方、
それぞれに、関するちょっと練習通りになります。はい、まず言葉で説明すると、うん、腕の使い方、一緒に藤森さんもやってみましょう。腕の使い方は、トミちゃんもやってみましょう。腕の使い方は体の正面でトンカチでドン叩くように、この縦に使う動きが基本動作になります。へ、はい、で、次体です。手は何もせずに、体っていうのはひねりを起こして横に回転していく動作、腕の縦の動き、体の横の動きが加わって合わさって初めてゴルフスイングになるイメージです、はいはい、なので手をこう横に使う、こうすれば打てそうですよね、はい、なんとなく打てそう。確かにスイング中こんな感じで動いてる気がするんですけど、はい、これって体が動かなくても打てちゃうわけじゃないですか、はい、これがいわゆる手打ちっていう状態で、これが強くなると今の藤森さんのちょっと手で打つっていうのは煽る動きしかなかなかしづらいですよ、うん、ということで、しっかりこのピッチングで今からやるドリルちょっと見ててください、はいはい、まずこの腕を縦に動かす、クラブを縦に動かすという感覚をしっかりやるために、このステップ1はですね、通常のまあ構えを作ってから、はい、手首と腕の動きでクラブをその場でまず持ち上げていきます、はいはい、これがステップ1です。まあ、クラブだいたい水平くらいの高さで OK ですね。で、そしたら次は体をひねるという動作です。右にこうひねっていきます、はい、同時にこう手も肩くらいの高さに上がっていくと、もうこれでゴルフのいわゆるトップの形が完成しますので、うん、あとは同じく腕クラブは縦に下ろす、はい、この感覚と体は左にひねり戻す横の回転、この動きが合わさるとこんな感じです。アドレスはしっかり作っていただいて、クラブを縦に、体は横に、これを組み合わせて、うん、このようなフィニッシュを作っていきます。音を聞いてると分かると思うんですけど、しっかりマットにドンっていうヘッドがぶつかってくる音が聞こえてくると思うんですけど、縦に使えてる証拠ですね、はい、で、クリーンヒットボールにしてくるのはこのクラブを縦に動かしていると同時に体が左にちゃんとスイッチすることで、自分はここに振り下ろすような感覚でも体は回ってますので、実際にはボールがあるところにヘッドが向かってくれるという、多くの方はもう理解してるんですけど、脳みそはとにかく楽をしたがる生き物だと覚えておいてください、はい、なので気を抜けばいつでも自分の体は止まってですね、すぐにもう手でポンって手でいくぞと当ててきちゃうんで、それくらい手って普段から無意識に使っているものなんですよ、はい、まずは練習ドリル1個目はこれをぜひ、はい、藤森さんにマスターしていただきたいと思います。わかりました。ではちょっと今の説明を踏まえて、はい、一度藤森さんの中でこんな感じだろうかっていうふうにやってみましょうか。はい、構えます。で、クラブを水平にまずはこう縦に持ち上げると、はい、水平に、そして次に体をひねりながらトップが完成、OK です、はい、で縦の動きと、あ、いいですね、順序としては今ので正解です、はい、はい、うん、 OK です。ここで大事なポイントいくつかあるんですけど、はい、まずは、フィニッシュしっかりこう止まっていくっていうことで、はい、だいたい顔の横くらいに両手がこう来ます、はい、顔の高さで、この時クラブは縦の状態で、はい、この状態で止めましょう、はい、フィニッシュしてストレスその状態です、はい、OK です、はい、で、うまく今順序よくできたので、ここで藤森さんなりのこうインサイドアウトをちょっと減らしていくというテーマの意識としては、もう一度構えてみていただいて、クラブを、トップまでもう一度今の順番で上げてみましょう、はい、でここから今体右向いてますよね、はい、右向いてる状態でクラブだけちょっと縦にストーンって腕を使って下ろしてみましょう。そうです、今どこに落ちたかというとここに落ちてきました、はいはい、これを通常のドリルとしてはここで正解です、はいはい、ただ藤森さんはこれが実際に振りに行くとインサイドっていうのは後ろに落っこっちゃうんですよ。へえ、はい、この癖があるので、はい、やっぱり逆転させるためには大げさにこちら側、はい、体の前、ここに向かって腕は下ろすよっていう感じです、はい、で、この時にしっかりこう腕は下に下に引きつけながら、まあ、ゆっくりでいいんですけど、実際にはこう勢いよくこの
体の真横ではなくて少し右斜め前、ここに向かってヘッドを下ろしていくイメージです、はいはい、これちょっと一回素振りしてみましょうか、うん、ドン、OK です。距離はだいたいこれ今ピッチング持ってるので100ヤードくらいが目安のちょっとスピード感です、はいはい、ボールをうまく当てようっていうのは一度忘れている、はい、とにかく動きと軌道に意識を持ってって、こう来てここら辺に落とすイメージ、そうです、はい、今すごいいいことしたんですけど、はい、今みたいにもうしつこいイメージの確認がすごい大事、なるほど、はい、そうです、ここはあんまりこうちょっと腕にダメージをいかないように、はい、ゆっくりでいいですから、なんかこれやったらもう左に球出そうですもん、いきなりナイスショットを目指すのではなくて、とりあえずまずは角度、軌道を変えるっていう、落とすイメージ、そうです、体のもう前に、さっき言った体の前の動き、手の動きはこう縦の動きなので、はい、そうですそうです、本当に藤森さんの中ではこういわゆるやってはいけない動きをやりに行くっていう感覚で間違ってないので、はい、でいいんです、はい、7度まで減ってきました、うわー7度、はい、すごい、いやめちゃめちゃ違和感ありますけど、でも外から行ってる、え、うん、だいぶいい感じになってきたと思います、8度、へー、もっと、だってさっき菅原プロ3度とかでしたもんね、もう半減しましたよ、でももうでももう10分で半減してますから藤森さんも、確かに、はい、今のダフってしまいましたよね、このドリルの、ダフった時のポイントは左に回るっていうこの横の動きが足りなかった時です、はい、これはダフってきます、はい、ちょっと滑りを行っていきましょう、クラブを縦に振るっていう動きと同時にしっかり体は左にこうひねっていかなきゃいけないので、練習の中でまずスイングを変えたら当たらなくなるっていうのは結構大事なポイントです、はい、そこから新しいスイングになっていくので、練習の中の藤森さんルールその1は、はい、ボールが落ちるまで頑張ってフィニッシュ止まってましょう、はい、はい、これはあのバランス感覚をしっかり鍛えるためでもあります、体幹とか足の力で、はい、なるほど、はい、だいぶいい感じの入り方になってきたと思います、あ、皆さん見てください、来た、おー、今なんかあと当たりがすごい良かったです、おー、4、いわゆるもうこれはね正解があの1つ出たっていう、4度の軌道で3度のダウンブローっていうのは、はい、藤森さんがこれでずっと打てたらいいよねって1つの正解の形が出ました、なるほど、はい、これちょっと引き続きやっていきますので、はい、次のドリルちょっとやってみましょう、すいません、はい、最後にこのチャンネルのスポンサーである楽天ゴーラの紹介をさせていただきます。楽天ゴーラには国内最大規模のゴルフ練習場検索サービスがございます。ご自宅から近い打ち放題がある練習場の広さや料金などお好みの条件から簡単に練習場を探すことができます。地図での検索も可能です。皆さんぜひ利用してみてください。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。これだけ最初やっててもいいくらい、ぶっちゃけ言うと。はい。はい、でもまあ他にもちょっと体を使っていくドリル。うん、